北川歌丸室百物語は、日本の伝統的な階段会のスタイルの一つである。階段を百は語り終えると、本物の者のの毛が現れるとされる。起源は不明だが、主君に禁じして話し相手を務めた、中世の乙義衆に由来するとも、武家の肝試しに始まったとも言われている。こうした階段を集めた本も多く刊行されており、遠方5年の諸国百物語、 光栄三年の乙ぎ百物語、享保十七年の太平百物語などが知られている。怪談文学と称され、室町時代に始まり、江戸時代に一種のブームになったという。最後に現れる階は、必ずしも邪悪なものとは限らず、天井から餅が降ってくる、小判が降ってくる、最後まで残った一人が立身出世したなど、 百物語の結果がハッピーエンドとなる昔話がいくつも存在している。現代では森外の作品に同名の小説があるほか、手塚治虫、杉浦雛子の作品にも同名の漫画がある。妖怪百物語という映画も制作された。また、百物語の語は多数のエピソードを集めたとの意味で、百物語などとしてよく使われる聖句となっている。 漢文六年の浅い領域による金造紙、都議女子などによれば、伝統的な形式は以下のようである。これを続け、百話目を語り終え、通し見がべて引き抜かれて、真の闇が訪れた時に、何らかの本物の毛が現れるとされる。実行する際には、九十九話でやめ、朝を待つという。これは、怖いもの見たさならぬ、怖い話聞きたさ、ゆえの一つのレクリエーションでもあるため、 本当に会が起こっては困るからだと推測される。今でいう肝試し、度胸試しの一つともいえ、武家において行われたとも言われる。江戸時代末期からは、安読の代わりにロそくを用い、それを階段階の行われる部屋の真ん中に設置し、実際に100話を語る会などが模様されるようになったと言う。また、本物の家の具体例として、青暗読が現れるとするものなどもある。 100話を語り終えた際、または、会の途中に実際に会が現れたとの記録も、書物には残されているが、真偽のほどは定かでない。江戸時代後期の国学者、北村新説は、随筆、旧商欄の中で、不審判であるヨトギを務める人々が、その時間を利用して、物語を語り合う、巡り物語が、形式上の起源ではないかと考察している。また、 折口忍は、な内で怖い話を語ることで外部から近寄る魔物に、ここにはもっと怖いものがいるぞと思わせた古屋の森というわけが、階段を語る場の原点にあり、それが百物語という方式へと発展したと述べている。季語としての百物語は、夏の季語である。現代俳句協会が、現代俳句祭時期でこの語を再録しているが、他の祭時期で再録しているものは少ない。 同じく、現代俳句祭時期は、幽霊も夏の季語として再録しているが、これも他の祭時期で再録しているものは少ない。江戸東京会談文学散歩、東正岡ま川か学芸出版2008年、AB 野村純一、昔話の森、桃太郎から百物語まで、大衆館。 書店1998年 ISBN4 から469221384ピアニッシも277から 307AB 大事線。ありがとうございます。